そんなもんだよ。自分のことしか考えてないですよ。焦るよね、あれは。まあ、足は嫌だ。うん、だって4ゴール歩いたら超ビビると思うよ。なんかすげえカサカサなってんだけどって。いや俺多分クマだと勘違いすると思う。え、こんな開けてるところで来んのみたいな。で見てふざけんなって言うんでしょ。まあこ、うん、だって絶対あんな子グマと勘違いするでしょ。あんなやっちゃいけないよ。これはもうちょいまっすぐか。距離感が本当わかんねえから。はいはい。休みなしに行かせてくれ、行きは。うん。わかんないんだよ、地図が出なくて。そうなんだよね。ちょうど見えねえのな、これな。ここの辺だっけ。うん、もうまだまだあるというわけですよ。まあ1時間で書いてあったもん。だからこれほんと巻き道ルートなんでしょ。しょうがないね。うん。かゆ。まあそういうルートだよこれ。山。あ、え、なんか分岐が、なにこれ、分岐があるけどわけわかんない。は、眠そう。二刀山方面は右折してください。右折してください。右折、ここ、え、どういうこと。うわ、すげえ人降りてくる。ここ行けだって。うん、大丈夫。登山の団体さんが来る。あ、ここだね、ほんとだ。ここ曲がると水戸山、こっちがいいよ。だって私こっち観察小屋やん。何観察小屋って。え、書いてあるじゃん。野鳥。あー、あれか、あの白山湖にあったあんなやんだった。違うよっていう。なるほどね。いや、こっちでいいや。これはまだまだあるようだな。あるでし
ずに。よいしょ。あ、シャツ下ろしてないのか。ありがとう。さっきのご夫婦違うとこから登ったんじゃないの？まあそんなにワンパクしないルートで行こう。降りますか。うん。うん。すごいあるよ。あ、こんにちは。こんななってる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。自然の風がここ超気持ちいい。こんにちは。こんにちは。なんか一番待てそうな広い場所なんで、うん、峠行かずに降りちゃうの。あ、ごめんなさい。あ、いえいえ、大丈夫ですよ。風超気持ちいい。こんにちは。植物園で見たのと違うじゃないかと、うん、でも鳥の鳴き声ゼロ。あ、いえいえ、大丈夫ですよ。じゃあ行きましょうか。あ、待って、これまた道がなんか違うって書いてあるよ、これ。え、これさ、戻に戻れって書いてない、これ。え、これ水晶。あ、下山か。下山こっちか。下山だった。ごめん。なこれ。なんか戻れって何？登った、水晶登れって書いてあって、下山、登山、やっぱ下れって。え、びっくりしたよ、俺。あ、下山ねみたいな。はいはいはい。いや、いいですよ、もう。貴重な体力を笑いで。いやぁ。焦った、今。登れって書いてあって、なんで降ろされんのみたいな。推奨ちゃうのみたいな。じゃあ。ねぇ。これなんかすごい面白い機能あれだね。あれじゃないの、根っことかがさくねくねしてんだろうね。じゃあれも誰か、え、何、麦茶のを取りやがった。取るよ。これ冷てえからまたピーピーするかもしんないね。暑いから保冷剤代わりになるじゃん。待って待って、これ無理だ。出せるは出せるけど、ね、よし、いいよ、いく。これ時間大丈夫かな。今更だけど、ちょっとそれも気にして。今11時ね。あ、11時じゃねえや、13時40分、ね、それもちょっと気にしないと。まあ大丈夫だと思うけど、変な道外れなければ。まあね、この山頂がどこなのか全然わかんないからさ。いや、わかるよ、上、山頂上だよって。そんなのわかるよ、距離感的な話ね。よし、じゃあここ行きます。頑張ろう。なんかいた？白山？水降ってきた。おしっこじゃないのそれ。まあいいや。